前回はリング上プロレスのスピードカウンターに不敗を喫しました。2度同じ相手に負けるわけにはいかない。世界に君臨した王者のプライドでベルト奪回に全てをかけた。透明人間を意味するインビジブルの異名を持つプロレスは今回も内山のボーダーを封じ込めるのか。負けたままでは終われない、借りを返す時が来たと内山の気持ちはプロレス一直線に向かっている。前回同様プロレスが序盤から内山を圧倒するのか、あるいはスピードとフットワークで内山のパンチを壊し続けるのか、それとも今度こそ内山のパンチがプロレスを粉砕するのか。大注目のリベンジマッチ、全てをかけた内山の戦い、その拳に神は宿るか。我々全てが伝説の目撃者になる。保健センタースペシャル WBA 世界スーパーフター級タイトルマッチ、リベンジなるか内山隆、ボクサー人生をかけたコラレスとのリマッチです。両選手がグローブを合わせました。軽くうなずいた内山。さあ場内のボルテージは最高潮だ。コラレスベルトを守るか内山、ここは倒すか。レジェンド北島三郎さん、今年も内山の試合は7冠戦です。さあ注目の一戦が始まります。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、失ったベルトを取り返すべくこのリングに立った内山隆。黒いトランクスが日本の内山隆、そしてシルバーのトランクスがスーパーチャンピオンパナマのジェスレル・コラレスです。右構えが内山、サウスポー今右を伸ばしていきました。ジェスレル・コラレス、さあジェスレル・コラレスは昨日の計量が終わった後に髪を金髪に染めてきました。そしてこの試合のレフリーはアメリカのマーク・ネルソンさん、世界戦のレフリー80戦、ジャッジはオーストラリアのデレク・ミラームさん、ベルギーのフィリップ・ベルベケさん、プエルトリコのセサール・ラモスさん、この3人です。あー来た北島に、北島に、さあ一歩も一瞬も油断はなりません。さあ竹原さん、はい、この試合何と言っていいのか、楽しみと言っていいのか、どうでしょう。ちょっとドキドキしますけど、はい、まあ、いい試合だと思いますね。はい、はい、前回は2ラウンド、ね、このクラレスが、はい、前回ちょっとね、向かって行き過ぎたのがあるんで、使うようしないことが大事だなと思うんですけど、はいはい、今クラレスも左のフックを振っていきます。また左にストレートを伸ばしてくる。山中さんも前回、はい、この放送席でご覧いただきましたが、はい、この試合のポイントどういうところになると思いますか。まあ前回の試合は、内山さんのいいところが出ずに、はい、クラレスのいいところだけが出て終わったんで、はい、今回はまあ集中力も内山さん全然違いますから、はい、それでもまあコラレスはスピードありますね、はい、そしてスペシャルゲストには内山選手と親交もあるカトゥーンの上田達也さん、はい、ご自身もボクシング10年以上やってらっしゃるということですが、はい、この序盤の空気感どうでしょう。いやすごく緊張も伝わってきますし、自分もすごく緊張してます、はい、でもこの応援すごい、はい、周りのファンの方が応援しているので、それも力にしてなんとか勝利に目立ってほしいです。はい、コラレス左を伸ばしましたが、ここはうまく距離を取っています内山です。内山ガールを構えて左のジャブ、内山の左ジャブ、あるいはコラレスの右、広いスタンスを取っている両者。左から入ってきたコラレス、ここは体を合わせます。さあ何とも言えない緊張感、緊迫感、またいえ迎えての内山、一つ一つのパンチに場内が沸きます。レフリーマーク・ネルソンが沸きます。右を伸ばしてくる、下から覗き込むように逆でワンツー、はい、コラレスのワンツーです。槙原さん、コラレスのパンチもスピードありますね、はい、そうですね、スピードはね本当ピカイチなんで、でも内山選手ね、ちゃんと右ガードが上がって、はい、しっかり集中し合ってるんでいいと思いますよ。はい、内山も左のジャブを伸ばします。
ただ、前半からいかずに、まあ、中盤から後半にかけていく気持ちでいけば、絶対こう勝機が生まれてくると思うので、焦らないでほしいですね。前回は第1ラウンド大きな右のフックがありましたけれども、ここは第1ラウンド致命的なパンチは今受けないまま最後この1ラウンドを得ました。ものすごい緊迫感、ものすごい歓声です。いろいろあるじゃん。ちょっと待ってください。保険を決断するその前に保険専科へ。専門家によるセカンドオピニオンを受けたまわります。奥様も保険専科に行ってみませんか。私何でも損はしたくない。何事もコスパが大事だから保険選びも損をしたくない。それなら保険専科で相談してみませんか。何度でも相談無料らしいわよ。ビッグカメラ小島初売り。日立ドライヤーが4980円、東芝 LED 照明が6980円、日立空気清浄機も13800円。2017年福袋元日朝10時より販売。ビッグカメラ小島初売り。ノートパソコンが39800円、東芝32型液晶テレビが44800円、ニコンミラーレス一眼も49800円。無金利最長60回払い受けたまわります。ザ・カラオケバトル元日夜8時54分さあ第2ラウンドが始まります。小走りに走っていったのが金髪に染め上げたこのジェスレル・コラレス。前回4月の試合ではこの第2ラウンド序盤にカウンターの左を受けた内山がダウン、そこから2ラウンド中に3度のダウンを喫し KO 負けとなりました。改めて竹原さん、はい、第1ラウンドの両者の攻防、特に内山どんな風に見えましたか。まあ、よくあの見てるって感じですね、はい、無理をせずに相手の出方を見てるって感じですね、はいはい、山中さんはこの両者、はい、前回との試合との違いはどんな風に見ますか。あの序盤から、コラレスの左というのにちょっと反応できてなかったんですけど、はい、今回の試合ではしっかりと反応して外せてますし、はい、まだ攻め急がずに、しっかりと集中してほしいですね、はい、リング中央に戻っています。ただコラレスやっぱり早いですね、はい、斉藤さん、はい、挑戦者の入っていった、はい、はい、どうぞ。斉藤ですか、はい、やはり面食らった前回の表情とは全くインターバル違いましたね、はい、佐々木トレーナーもですね、前回より見えていると、はい、しっかりとガードを上げてスタンスを開けて体勢を低くしようという指示を出しています。はい、おー斉藤さん、はい、一方のチャンピオンクラレス陣営なんですけれども、はい、第1ラウンドはこっちが確実に取っている、はい、この後もいけるぞ、手応えはあるというふうに言っています。はい、両陣営、青コーナー内山サイドは増田和也アナウンサー、赤コーナーコラレスサイドは中川忠志アナウンサー、左のジャブを伸ばしていきます。竹原さん、はい、まあ、両陣営ともいいという評価ですけれども、はい、内山陣営やはり相手のパンチは前回と比べて見えているという。そうですね、はい、前回はね、どうしてもね、自分より下と思ってちょっと焦っていったのがあるんで、はい、舐めていったりしたのがある。あ、いやいやいや、コラレスが左怖い。今回はよく研究してガードも上げて、はい、右にラッキングしてうまくいってますね。はい、山中さん、はい、それから内山サイドの指示として、はい、スタンスを広くして体勢を低くしてというのがありますが、はい、これはどう考えればいいですか。まあ、やっぱり状態が、立ってすぎると、はい、立ちすぎると、やっぱり高さが変わらないんで、はい、向こうのパンチも当てやすくなるんで、はい、どういったところじゃないですか。コラレス、コラレスは右のボディ返してきます。いやー、コラレスのパンチ油断になりません。果敢に頭を振って、そして左、右、左のフックを振ってくる。左へ押している。一旦レフリーが分けます。まあ、竹原さん、はい、スピードがあるクラレスのパンチが怖い、まあ、それは内山陣営も今度は分かって試合をしてますよね。そうですね、はい、あとはどう戦うか、戦略ですね、戦略で、まあ、勝機が見つかると思うんですよ。はい、内山、はい、その戦略をどう自分でこう詰めていくかですね。はい、はい、試合を前にして内山は今回は序盤、まあ、前回は面食らってやられたけれども、うん、今回見極めながらやりたいという。あ、見込んでいった。内山、ね、はい、選手は、ね、一発のパンチがありますので、はい、焦っていく必要はないんですよ。チャンスが来た時に行けばいいと思うので、はい、それまではまあゆっくりゆっくりいっていいと思いますね。前回敗れたこの2ラウンド、ここをしっかり終えました。両者が軽くグローブを当てました。前回悔しいノックアウトを喫した第2ラウンド、それを終えてこれから第3ラウンドです。3回目 Now round 3
さあ第3ラウンドに入った。じわっとじわっと両者がガードを固めながら距離感を下げる。右から左ボディに伸ばしてくる。上田さん、はい、第2ラウンドを終えてどうですかこの両者の攻防。いや本当に強い者同士の戦いという、なんですかオーラみたいなものをすごく感じます、はい、一瞬も移動できません。やはりその感じるものを上田さんありますか。あります。そして本当に一発一発は怖いので、はい、すごく集中して見ちゃいますね、はい、山中さん、はい、対戦でこの両者が例えば距離感あるいはこの動きどう変えてくるかというふうな興味があったんですがここまではどう見ればいいですか。まあ前回は2ラウンドしか戦ってないんで、はい、その前全部分かってるわけじゃないですけど、はいはい、まあ、内山さんは本当に、前の教訓を生かして、はい、まあ、戦ってると思うんですけど、このあとなんとこのスイッチしてきた竹原さん、はい、このスイッチが一つまた厄介ですね。そうですよね。スイッチしてね、突然大振りで速い大振りで振ってくるんで、それを前回ももらったんで、はい、気をつけてほしいのがありますよね。そうですね。あ、内山の左に右を合わせようというプロレス。このプレッシャーの掛け合いがすごいですね。序盤内山サイドの佐々木トレーナーも序盤は当たらなくてもいいのでしかし左をしっかり出してプレッシャーをかけていきたいというそういう話を試合前していたんですけども、竹原さんここまでご覧になってどう見えますか。そうです、緊張感のあるね、このプレッシャーの駆け引きがもうすごいドキドキしますよね、はい、左から入った右そしている頭を振った内山そこで左のパンチが当たろうかというところでその感じです。またスイッチも上手いですね。またサウスポースタイルに戻っています。山中さん、はい、前回の試合では内山の左のジャブがほとんど当たってなかったと思うんですが、はい、この試合ではどうでしょう。前回よりも、距離は少し近いかもしれないですね、はい、当たる距離と考えればいいですか。まあ、そうですね。ただ、状態がはい、コラスの状態やや後ろなんで、右はなかなか届きづらいと思いますね、はい、なかなか出せないでしょうけど、はい、まあ、焦る必要はないですね。右手を前に出して顔面あるいはボディへそしてアッパイというそんな構えを見せます。プラレスです。どうしてもね懐が深いんでね、はい、当てに行こうと思ったら体勢を崩しながら行ってしまうんで、それをないように、まあ、常に自分の、はい、いきなり左、いきなりプラレスの左、深追いせずにいてほしいですね。竹、はい、原さん、ああいうパンチが怖いですね。そうなんですね。また右を前に出した、はい、バランスを崩してるのどうしても、ね、相手のパンチが飛んでくるんで、はい、今度は左ボディへ、はい、内山さんが右の距離を合わせに行こうとするところで左が飛んでくるんで、なかなか難しいですね。前回も右を2発出すその1発目の後に左のカウンターが来ました。この辺りやはり怖い怖い怖い、両者のすごいパンチが飛び交います。第3ラウンド終了。こちら先ほど見事5度目の防衛を果たしました田口良一チャンピオンです。ここまでの試合ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、ジャブも見えてますし、だんだん展開変わってくると思います、はい、この先どんな展開期待しますか。そうですね、じりじりと詰めて中盤から後半にかけて KO いってほしいです、はい、こちらからは以上です。タイトルを防衛したライトフライ級王者田口もこの試合を見つめています。その中での内山の試合第4ラウンドに入っています。インビシブル、相手が打とうとするとその場にはもういない透明人間、そんな意味を持っているこのジェスレル・コラレス、サウスポースタイル。山中さん、はい、その、まあ、コラレスは打たせないことが一つの持ち味という、まあ、売りなんですけれども、そのあたりはどうでしょう今日の試合は。まあ、やっぱりこの、いいタイミングで足を使ってくるんで、はい、なかなか右を定めれないというところは内山さんあるかもしれないですね、今スイッチしてまたサウスポースタイルに戻します。このあたりも竹原さん、はい、柔軟ですね。そうですね、サウスポールからオーソドックスに変わってもスピードがあるんですね、はい、また、前回もわずか2ラウンドの中に頻繁にそのスイッチが見られました。体を預け合います。第4ラウンドです。ご自身もボクシングを10年以上やってらっしゃるカトゥーンの上田竜也さん、スペシャルゲストに来ていただいてますけれども、はい、相手のコラレス今日直にご覧になってどんな印象ですか。いや、なんか前回よりもすごく、はい、あー、セルバキー、おどうぞ。はい、なんかなんていうんですかね、チャンピオンとしてもなんか、はい、
自覚やオーラみたいなのがすごく見えるなんか、はい、たたずまいというか、はい、そういうのを感じますね。やはりそのチームが風格を出している感じですかね。斉、はい、藤さん、はい、内山サイドですがちょっと鼻血が出たかもしれませんね。若干今自分の右のグローブで右の鼻のあたりを擦りました。やや気にしているかもしれません。斉藤さん、それからね、ちょっと佐々木、それもやっぱり左はやりづらいなと、しっかりと足外外を取ってですね、オーソドックスやらせるような展開になればいいなという話をしています。はい、竹原さん、はい、今のそのコーナーリポート、左がやはりやりづらいと。そうですね、はい、ところも深いしね、左ストレートが飛んでくるんで、本来はね、サウスポー相手っていうのは自分の右のパンチも当たりやすいんですけど、これはサイドリーです。右を打ち終わったの返しのパンチがまた早いんで、はい、カウンターで狙われちゃうんで、はい、そこは怖いんですよね。はい、サウスポーの山中さんからご覧になると、はい、内山はここにどう対処すればいいと思われますか。今度はオートドック、はい、距離が全く合ってないわけではないんでしょうけど、打ち出しが、一歩来られて早いのかなと思いますけどね。ジャブの距離は決して悪くないと思うんですけど、はい、左のジャブの距離は悪くない内山、しかし右に対してあるいは直接飛んでくる左、そこをどうさばいていくか。足を使います。右へ空振り。でもいいですよ、今みたいに思いっきりね、空振りしても相手に突っ込むぐらいの右ストレート打てば、はい、その後、打たれることないんで、はい、内山がしかし前へとプレッシャーをかけています。一旦ここで距離を取りましたコラレス。内山がプレッシャーをかける、コラレスがさばく、そんな展開です。先ほどのラウンド接近戦から構わずコラレスが左右のパンチを振ってくる、そこを見切る内山。コラレスの左のボディも入っていました。さあこの難敵相手にベルトを奪還できるか、奪還してほしい内山です。北島三郎さんも決して安心はできない、しかしその中で内山が戦っている。軽くステップを踏みながら両者がリング中央、またじわじわっと前に出るのは内山、黒いトランクス。コラレスサウスポースタイル、右を伸ばしてくる内山、左のジャブ、左のジャブ、ここをうまく距離を取ります、回りますコラレスです。右を上から下へ左へ、まだワンツー。山中さん、はい、先ほど左のジャブの距離は悪くないとありました。はい、カウンターに入った、入った、さあどうだ、どうだ、効いてるか。内山が入ろうとしているところ、山中さん今ちょっと右入りましたかね。そうですね、少し落ちましたね。はい、また今度は左、やはりその入っていくタイミング、その一瞬難しい。出るパー、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 ちゃんと見ている。内山はガードを止めている。場内からさらに歓声です。上の状態も触れてるんで今の良かったですね。はい、この試合に向けてやはり自分が当てるためには相手のパンチを全くもらわないということは多分難しい、それだけ相手はスピードがある、なのでガードをしっかりしてガードで受けてからパンチを打ち返す、こういう戦略を立てています。竹原さん、はい、しっかりガードをしてから打ち返す、このあたりはどうですか内山。できていると思いますね。はい、やっぱりね、打たれながらでも打たないと、はい、この相手を当てることは難しいと思うんで、やっぱりガードしながらプレッシャーかけていって、はい、徐々に手数を出していくっていう戦法でいいと思います。はい、そういう意味では山中さん、はい、勇気が求められるということですね。そうですね、やっぱり右を振った時に打ち終わりが怖いっていうのも頭にあると思うんで、はい、それが一番自由だなと思いますけどね。やはり竹原さん、はい、左が厄介ですね。そうですね、はい、またね、その当たり出したら大振りで強引に来るんですよ。はい、これはスリップです、頭を引っ掛けるような形になりました。でもね、それだからこそまたチャンスが生まれると思うんですよね。はいはい、得意のボディとか入り出すと思うんですけど、はい、ここぞとなった時のコラレスはやや荒っぽく来ますよね。そうですね、ロープを背にしますコラレス、そして足を使います、反時計回りに回ろうというところ、またサウスポーサルビー、内山の右ボディコラレスもパンチを返す、サルビー、内山が左のジャブ、両者の汗が飛び散ります。レフリーが分ける、またリング中央、下からボディ、そして顔面へと右のジャブを出していきますコラレス。じわじわと内山前に出る、距離を詰める、ワンツー、右を出す、サルビー、相手のパンチを避けて、スウェーバックからの右のカウンターでした。内山も反応しています、また左をダブル、あー、左、これはダウンを取った、ダウンを取った、
内山がダウンを取りました。苦笑いのコラレス、先にダウンを取ったのは内山、第5ラウンドです。ここで終了ゴング、終了間際、第5ラウンド、内山がダウンを奪いました。さあ表情が和らいだ内山。竹原さん、はい、今はいいタイミングでしたかね。そうですね、まあ、聞いてはないんですけど、はい、バランスを崩したところにパンチが当たったんで、はい、よかったですよね、はい、山中さん、はい、まあ、聞いていなくてもポイントには出ますし、そうですね、まあ、何より精神的に、いいですよね、はい、また展開も変わるでしょうし、はい、さあやや苦戦していた序盤から第5ラウンド、タイミングを合わせた内山。さあダウンを先に奪ったのは内山隆でした。この後どう試合が動くのか、流れが変わるのか、引き寄せられるのか、内山隆のリベンジマッチです。さあ場内のボルテージがまた上がります。第6ラウンド始まっています。さあ第6ラウンド、両者の攻防がどう変わってくるか。竹原さん、はい、これでコラレス側もどうでしょう、変わりますかね。どうですね、まあ、焦ってはないと思いますけど、はい、うん、どうなんですかね、そこを注目したいと思います。第6ラウンドに入っていますが、スペシャルゲストカトゥーンの上田さん、はい、両者の表情、特に内山の表情、どんな風にご覧になりますか。そうですね、チームしつつも、でも本当に攻める姿勢でいると思います。はい、やはりこの試合にかける気持ちがあります。もうともかくコラレスともう一度戦いたい、コラレスにやり返したい、この気持ちでこのリングに上がっています。コラレスの大振りのパンチ、これは避けている、しっかりガードを固める、右のボディガードをしっかりしてここから打ち返す、それが今回の内山のチームの一つの戦略です。斉藤さん、はい、内山サイドですか、ちょっとやはり前半右を狙いすぎて、はい、大振りになって空振りになったりしましたよね、左が当たってやっぱ左相手嫌がってるんじゃないかと、はい、それがちょっとコラレススピード落ちてきたんじゃないかという佐々木トレーナーです。お、竹原さん、はい、まずはその左を嫌がってるんじゃないかというその見方どうでしょう。そうですね、前回がねちょっと2ラウンド早すぎ、あ、いいとこしか出ないですけど、はいはいはい、ちょっと余裕打ってたのがあると思うんですけど、今回の内山はよく研究してるんですよね、はい、オーソドックススタイルからのワンツーでした。ちょっと焦りに変わってる部分もありますね、はい、山中さん、はい、そしてもう一つ今内山陣営スピードちょっと落ちてるんじゃないかという話ありましたが、どうですかね。まあ、落ちてるかどうかちょっとわからないですけど、はい、まあまあジャブが当たってるのは確かなんで、はい、そこからどうつなげるかですよね、はい、どうでしょう山中さん、あるいはしばらくこのジャブで、はい、じわじわ行くという形でもいいんでしょうか。そうですね、でもラウンド重ねるごとに、はい、タイミングも、合い出してくるでしょうから、はい、右の、はい、まあ、ジャブを、根気よく打つべきですね、はい、ジャリーフック流に行きました。まあ、竹原さん、はい、内山は防衛を重ねるごとにワンパンチ KO 増えてきたんですが、もともと本人は一発で倒すタイプでは自分はなく、はい、じわじわとダメージを蓄積させて仕留めるタイプだと本人は言ってたんですよ、はいはいはい、そういう形ありますよね。そうですね、まあ、今日はそういう感じですよね、まだね、まだ左、はい、そこまでハードなパンチは当たってないですけど、徐々にねプレッシャーもかけて、はい、当たり始めてるんで、はい、チャンスがこれから生まれてくると思いますね、はい、内山の左足は相手クラレスの右足の外側にあります。そして左のジャブを出していこうというところ、コラレスも距離を測っている。コラレスもなかなか今パンチが出ない。入ってきた、アマンチュしっかり距離を取っている、距離を取っている。内山最後は足を使った。コラレスがちょっとムッとしたような表情、焦ったかコラレス。あ、内山のお母さんの桃代さん、前回はその息子の破れる姿を見る形になりました。今回はまたその母に強さを、勝つ姿を見せたい、その内山隆、これから第7ラウンドに入ります。7-7、先に立ったのは内山、ゴングと同時に立ったのがコラレス。さあ、金髪シルバーのトランクスが現在スーパーチャンピオンのジェスレル・コラレス25歳、そして今回はチャレンジャー内山隆37歳、しかしスピード力は衰えていません。またやや広めのスタンス、内山、あ、入ってきた、コラレスの左です。
竹原さん、はい、序盤からコラレスのいきなり来る左、あるいはカウンターの左が怖いと言っていましたが、はい、やや減ってますかね。いや、まあね、まあ、やや減ってるんですけど、やっぱり、はい、まあ、怖いものはあるんですけど、よく集中して見切れてますよね。はい、はい、また左を出してきました。今度ワンツー、まだ体を上げます。結構ね、あのスピードも落ちてきてると思うんで、はい、これから徐々にね、内山選手のパンチが鳴り始めると思いますね。はい、今ちょっと頭が当たるか、そんな今注意がレフリーから出されました。意外に近い距離、左を軽く出しました。左、斉藤さん、はい、コラレス陣をですね、はい、この辺りからボディを狙っていけというふうに作戦出しています。おー、ワンツー、ワンツー、ボディ、ワンツーからそしてバディ。山中さん、はい、ポラレス陣営ボディ狙いの地域、この辺はどう見ますか。まあ、なかなか左も当たりにくいっていうのも陣営も感じてるでしょうけど、まあ、でも、前回のラウンドから内山さんかなり、はい、まあ、徐々にですけど、はい、いいペースになってると思います。ここも踏み込んでの左のジャブ、左のボディ、まあ、山中さん、はい、ボディを狙いというのは逆に上があまり当たらないということの裏返しですか。はい、上に反応されているというところはあるんじゃないですかね。はい、さあ、そのあたり内山陣営はどう対処していくか。右が空振りになった。正面から左、これから左を吹く。このあたりは大振り、しかしダメージのあるようなパンチは当たっていません。また右を下げて探るような感じのコラレス。試合前はやはりラテンのノリ、非常に陽気なノリがありましたが、そんな表情は今みじんもありません。コラレスです。場内がまた盛り上がります。まあ、内山選手はね、はい、あのガードの上からのパンチがあるんで、いやいや、結構ね、はい、脅威ですよね。コラレスにとっても脅威と思うんで、内山がジャブを狙う、あるいはコラレスがボディ、あるいはアッパーを狙います。まだワンツー、これ見切っている。しっかり頭を振って、ここパンチを避けました。山中さん、はい、内山のディフェンス、この数ラウンドはどんな風に見えますか。まあ、序盤よりも、はい、いい感じにほぐれてきて、はい、良くなってますし、はい、まあ、何より右がもう少し当たりそうな気がしますけどね。はい、今もしっかりコラレスの左のパンチをボディーワークで避けていました。左の上からジャブを放ちます。これも上から、中から刺そうというコラレス。その上から左のジャブ、今度は右をボディに持っていったコラレス。また左のジャブ、しっかり体を振ります。じわじわと前に詰める。この辺りはフェイント、無言のプレッシャーをかけました。内山、第7ラウンド終了です。依然と第7ラウンド、この内山、外から振っていくようなフックが顔面を捉える場面がありました。竹原さん、はい、いいパンチ当たってましたね。そうですね、まあ、8回目、徐々にね、中盤から当たり出したんで、はいはい、もうコラレスも焦り始めてるんで、はい、まあ、もっともっといってほしいですね。さあ、試合は第8ラウンドに入ります。頭を振りながら前に出ようというコラレス。ここはサウスポースタイル、右足を前、右のジャブを狙っていきます。一方の内山、黒いトランクス、左のジャブを試合の中盤からいい形で当て始めています。ここもジャブ当たらなくとも、しかしプレッシャーをかけていきます。この右ボディへ、内山の右ボディへ。先ほどコラレス陣営からはボディを狙いという指示がありました。山中さん、はい、内山はまあボディもありますが、まあ、左のジャブ中心、まあ、上中心の展開ですかね。まあ、右ストレートが出てき始めてるんで、はい、感覚としても良くなってきてるんじゃないですかね。はい、しっかり今日は序盤見極めながらやりたい。相手のスピード、そして反応、そのあたりに慣れていって、そこから試合を作っていくのになり、このやつ、しかし依然としてこれも左のボディ。試合は第8ラウンドに入っています。この内山と親交がある今日のスペシャルゲスト、カトゥーンの上田達也さん、はい、どうでしょう、試合の序盤から中盤でその変化どう見えますか。いや、先ほどのダウン取った時からちょっとずつなんか流れがいい方向に来てるのかなというふうに思いますね。相手のコラレスについては、まあ、風格がというふうに途中おっしゃってましたが、はい、今のこの状態はどんなふうに見えますか。いや、でもやっぱり、コラレスうまいなというのは率直な感想ではありますね。この辺りはしっかり足を使います。ワークに自信がある、スピードにも自信があるコラレス。パナマの25歳、前回は第2ラウンド内山から3回のダウンを奪って3ノックダウン、 KO 勝利を収めました。まさかの KO 勝利、まさかの敗戦の内山でした。今の上
勢いでしたね、いいパンチでした内山選手。またスイッチしています右構え。山中さん、はい、内山からするとこのコラレス右左どっちのがやりやすいやりにくいってありますかね。まあ、陣営としては右にさせたいと先に言ってたと思ったんですけど、右でも上手いですからね、やはり左の方が厄介という感じですか。左ストレートはあれ厄介ですよね、またスタンスが広いんで、距離も遠く感じるんで、右の方が近くなると思います。数字の上ではリーチはなんと12センチ内山が上回っていますが、全くその数字とこの実際の試合の感覚では違うように見えます。場内からは内山コール、そのコールの中踏み込んでいくのは内山、左から今度は左、コラレスが左ボディを今度は右を顔面へ、足を使います。ロープに詰まった内山が詰める、体を入れ替えました。コラレスボディーワークが上手いですからね、コラレスはね、こういうところも上手いですね、懐も深いし、やり確かに本当にやりにくいですよね、まあ、内山自身も相性としては正直言ってあまり良くない、やりにくいとそれは自ら認めています。しかしその中でしっかりと戦っています内山、右いきなりボディに乗っていった内山です。第8ラウンド最後にいい形で終わりました。さん、前回とは違う展開になってますね。なってますね、作戦通り、2人は作戦通りですけど、ここから、ね、ペースを上げて残り全部のラウンドを取るペースでいかないと、ちょっと厳しいかも分からないですね、さあ試合は終盤第9ラウンドに入ってきます。残りはこれを含めてあと4ラウンド、またコラレス今度は右下から上から出していきます。まあ、山中さん、今日の試合どういう展開になるかなかなか予想がしづらかったと思いますが、ここまでの展開どんな風にご覧になりますか。まあ、内山さんももちろん、相変わらずやりにくいなっていうのは感じてるでしょうけど、コラレスも、感じてると思いますね、まあ、本当に紙一重のところで戦ってるんで、まあ、一発が勝負を分けるかもしれないですね、竹原さん、今はこれどちらペースと見ればいいんでしょう。内山ペースとは思いますけど、まあ、見栄えがね、コラレスの方が若干いいんですよね、もうちょっと的確に内山選手のパンチが当たればいいんですけど、コラレスが左一気に突っ込んでいきます。山中さん、確かにコラレスはやや強引に打ってくるときが来ますよね。そうですね、打ってきて、危なくなれば体寄せて、試合巧者ですね、まあ、今回プラン通りにかなりガードをしてるんですが、その竹原さんも言っていた見栄えという意味では山中さんどうでしょう。まあ、うまいこと、ペース配分してますよね、コラレスの方が。そうですね、左左左左右ガードの後ろから入るか、この辺りをしっかりガードをしたいという内山、しかしそこからさらにパンチを返していきたい内山です。今まで何度も相手をキャンバスに沈めてきた内山の左ボディもあります。内山のボディも一つの持ち味。瀬戸さん、しかし体を入れ替えた。陣営からもですね、やはりボディを改めて今一度狙っていこうという指示も佐々木プロながら飛んでいます。あ、そうですか、竹原さん、内山陣営からもボディを狙う指示が出ているそうです。そうですね、内山は本当ボディの打ち方もうまいし、まあ、ボディを打つことによって上が開きますからね、ガードが、非常に大事な攻撃と思いますね、上田さん、お互いに本当の一瞬たりともという感じですか、どうですか。いや、本当に目が離せないというか、 もちろん怖さもありますし期待もありますね、内山さんに対する。しかし内山も一発当たれば倒せる、そんなパンチを当然持っています。今まで何度もワンパンチ KO を見せています内山です。内山もそのパンチをどこで測っているか。コラレス体を振りながら左を打とうという構え、左、コラレスが左、顎をかすめるような感じ、左、またコラレスがこの右、また上から、コラレスが左が空振り、体を寄せます。コラレスこの辺りは体を寄せる、押し込んでいくコラレス、場内からはブーイングです。ここで両者が分かれます。最後はコラレスが体を合わせてきました。いや、竹原さん、途中いいパンチ入りましたね、低いところ。そうですね、いいフェイントでいいパンチ打ちましたね。ただその後コラレスもすぐ返してきますね。そうですね、そこはやっぱり試合構成がうまいですね、し
しかし内山がパンチは入れています。コラレスも強引に振ってきます。そして体を合わせるコラレス。内山この後どうさばいていくか。いや山中さん、はい、コラレスもその体を合わせたりというところも、まあ、うまいですね。うまいですけど徐々に、はい、きつくなってきてはいますよね。あ、そう見ますか。内山さん の、 あの、はい、得意の、左ボディも、はい、腕の位置に来ているので、はい、前半よりは足は止まってますね、はい、スピードが売り、スピードを警戒していたこの相手のコラレスもそのスピードが落ちています。残りは3ラウンドです。第10ラウンドが始まっています。またサウスポースタイル、金髪のコラレス、右のジャブから左を軽く伸ばす、また左、これは緩いパンチ。内山ガードを上げながら、内山左から右、内山の右がいつそのコラレスを的確に捉えられるか。踏み込むような構え、徐々に徐々に近くなっているか、この2人の距離。竹原さん、はい、距離若干近くなっているようにも見えるんですが、そうですね、どうでしょうね。内山選手ね、近い距離でもう見切ってやってますよね、はい、だからもらうかも分かりませんけど、はい、当てることもできますよね、はい、それはあの陣営からの話もあったコラレスのスピードが落ちて見えてきているという感覚があるんでしょうかね、まあ、それもあると思いますね、はいはい、さあ内山が自分のそれはいい、ギリギリ、さあどうだ、さあどうだ、一瞬スローテが上がった、効いているか、効いているか、これは体を当てるコラレス、離しません、離しません、休みたいのがコラレス。山中さん、はい、ボディ入って黒手に上がりましたね。ボディ効きましたね、はい、ああまた体を当てる、こういうところがうまいんですよね。苦しいかコラレス、ワンツーラップ、これかなり効いてますよ、今がチャンスですよね。さあチャンスで内山、じわじわと行く、プレッシャーをかける、距離を取りたい、将来内山通る、足を使う、また体を当てます、コラレス。竹原さん、はい、コラレスきついですかね。かなり効いてますね、これ、はい、いや、本当ね、ボディはね、かなり効きますからね、はい、今、レフリーからは、はい、自分の言うことを聞けと、そんなような感じがある。しかし、コラレスのパンチも生きている、怖いぞ、また、スイッチした、オートバック、左の手も2つ当てる、今、いいんだからダメですね。さあ、今、1対1では、いよいよ残りの大統領の1分ある、離さないコラレス、場内大歓声、見切ったか内山、田中が打ちます、そうですね、ボディ打ちたいですね、ボディ行けるか、コラレス、左のジャブ、見られない、ボディ、内山左のボディ、左はしっかりガードした、内山距離を詰める、これはスリップだが、竹原さん、はい、スリップですが、ちょっと足元がね、限定でもいいですよ、はい、やべー、波が上がってる、さあ陣営、内山陣営の筋トレ、力強いボディだ、内山のボディが入ってます、コラレスの左を返します、場内すごい歓声だ、さあ仕留められるか内山、じわっと前に出る、コラレスもパンチを返す、第10ラウンド、内山のボディがコラレスを捉えている、コラレス効いていると、コラレスの表情に余裕はない。そしてゴングが鳴る前、内山はやや不敵な笑みも浮かべました。竹原さん、はい、流れ変わってきましたね。そうですね、多分ね、この今のボディは次のラウンドも引きると思うんで、はい、まあね、行ったわけですね、はい、さあ、あのボディ一瞬くの字に体を投げたコラレス、次のラウンド効いてくるか、仕留めるか、内山今コーナーの内山は場内のビジョンに映し出されているこのスロー再生を見る余裕があります。山中さん、はい、これ効いてますね。ボディはかなり効いたんで、同時に足が止まるんで、そして昨日同じこの渡辺島の河野光平を下してベルトを守った井上尚弥もこの試合を見つめています。さあ試合は第11ラウンドに入りました。仕留めるか内山、コラレスも前に出てくる。さあ上田さん、はい、楽しみになってきましたよ。そうですね、今のさっきのボディはかなり鳥肌立ちましたね、これはかなり期待できるんじゃないかなと思います。はい、
動くのがコラレス、それを仕留めようという中央に構えるのが内山。斉藤さん、はい、コラレス今のインターバルずっともうお腹ボディのところをアイシングしてましたね。さあボディのダメージはいかに。竹原さん、はい、足を使ってますね。そうですね、もうこのラウンドも逃げる戦法で来てますよね。はい、さあ必死コラレスもボディを左を伸ばしてきます。内山この辺りはしっかりガードしている。山中さん、はい、あとは両陣営がどうポイント計算しているかというところもありますが、まあ、そうですね、まあクラウスは、はい、ポイント計算よりも今はとりあえず回復させることだけを、に集中していると思います。なるほど、もうとにかく足を使います。足を使うかクリンチするか、すごいですね、はい、これ減点で、はい、減点したんですよね。さあ竹原さん、はい、もうなりふり構わずという感じですね、ここは。はい、そうですよね。さあそこ、はい、先ほどのボディが効いてからね、はい、クリンチがひどいですよね、はい、さあ内山がそこを捉えられるか。まだ第1、11ラウンド残り1分30秒あります。リング中央目、今度はコラレスが左ボディ、ワンツーから左伸ばしてます。顔面へ内山、どう相手のパンチをかいくぐるか。あ、内山コラレスが必死にパンチを出します。ワンツーガードの上ですが、このあと出します。山中さん、はい、コラレスも必死ですね。そうですね、本当にボディを打たれたくないという、ボクシングしてますよね。ここは引っ張った形のスリップ、ダウンではありません。今日は第5ラウンドの内山が、まあ、いいタイミングで当ててパンチでダウンを取っています。そして先ほど第10ラウンドには強烈なボディを見舞いました。相手が出てくるところ内山しっかり見据えている。足を使うコラレスが逃げています。ロープに詰まった、そして体を預ける。第11ラウンドはもうこの展開です。さあ畳木から左顔面に持ってくる内山、ここはタイミングを測っているか。いやもうね、ボディを取ったらクリーンするんで、左ボディ、はい、これはガードの上か。さあ竹原さん、はい、内山も疲れてはいると思いますか。そうですね、もう内山選手あと2ラウンドなんでね、はい、さあ果敢にクリンチします。このコラレス4月に内山からで奪ったスーパーチャンピオンのベルト、それを守るべく今日また日本に戻ってきました。内山がボディー、今度はコラレスのボディー、それを振り払う内山、左のボディー、中身ワンツー、この辺りは振り抜く、出る、フック、ファンデ、内山のパンチが顔面を捉えた。ちょっと首をひねった内山です。第11ラウンドは竹原さん、はい、まあ逃げ回ったコラレスという感じでした。そうですよね、こうね、一応当ててるのは当ててるんですけど、まあなんせ見栄えが悪すぎですよね、はい、さあ残すは1ラウンドのみ。11度防衛したそのベルト、4月に奪われたベルト、それを奪うべく奪還すべく戻ってきた内山、残るは1ラウンドです。もう泣いても笑っても残りは3分、3分後にいずれかが勝者、いずれかが敗者としてこのリングを降ります。左コラレス、右内山、最後のラウンドを迎えます。相手を2対1山、後から立ったコラレス、両者がスローボーを当てる。最後の3分間だ。リング中央じわじわと出る、パンチを出す、パンチを出す。あーっと、ここで一旦レフリーがタイムを取りました。あ、コラレスの右のシューズのベルトが紐がほどけていますが、場内からブーイングです。これね、海外の選手よくやるんですよね、ワールドカップ選手も外したり。時間をここで使いました。さあ試合が再開、リング中央、内山の右のボディです。これ左、コラレス左を打って入ってきた。そしてクリンチです。斉藤さん、はい、内山陣営ですよ、渡辺会長、はい、ポイントは競ってる、できれば倒してほしいという話に加えてですね、はい、アタックトレーナーはボディと最後は手堅いこうというふうに話をしています。はい、斉藤さん、はい、コラレス陣営は競っているが我々の方は有利なはず、内山は KO 狙いだからそれだけ気をつけろと言っています。はい、竹野さん、はい、いずれも競ってると見てますね。そうですね、まあ、僕の採点でもね、はい、僕の採点では内山選手は1ポイントリードしてるかなっていう採点なんですけど、はい、
まあ微妙な採点ですね。はい、この2長野さん、はい、コラレスこの最終ラウンド取ろうとしてきてますね。まあそうですね、徐々に回復して、はい、取ろうとしてますけど、はい、この内山さんチャンスですよ。はい、コラレスは前に出てきている。さあ内山、やりました。内山の左、距離は近いぞ。上田さん、最終ラウンド両者見てどうですか。もうここで仕留めてほしいですね。もう気持ちいいリベンジを果たしてほしいです。はい、コラレスの表情に余裕はない。さあ内山いけるか。残りはもう1分30秒切っている。返してきた、誰を振る。内山が前に出る。コラレス追跡していけばいい。頭を下げたところ左、しかしコラレスもパンチを返す。内山前に出る、左、ただ左もいい。ストップ、ストップいってほしいですね。コラレスが離さない、なかなか分からない。レフリーが負けた。さあ残りは1分だ。内山残り1分だ。内山の顔面をクロスリーダーパッチが捉えた。両者疲れている。最後は気持ちだ。コラレス右側、立ち上がれというシーン。残り間もなく30秒。気持ちの勝負だ。どちらが気持ちで上回るか。これは右を出す。内山左を出す。右を出す。これ返した。足を引かけ、またこられず左に勢い止める。さあまたこれは左で内を出す。追い込める。ここで試合終了。内山のリベンジマッチ12ラウンド、勝負は判定に持ち込まれます。この番組はあなたの資産形成や保険選びをサポートするお店保険専科とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。勝負は判定に持ち込まれました。竹原さん、はい、最後は内山も疲れが見えたからという感じは当然ありますが、そうですね、でもね、本当に相手の方がかなり疲れて、内山選手よく頑張りましたね、最後まで。37歳ですよ。37歳です。すごいですよね。山中さん、はい、最終ラウンドコラレスは逃げるのではなく打ってきましたね。まあ逃げ気味ではあるんですけど、はい、もう一発ボディが、入っていたらというところでしたけどね、はい、でももう後半かなり、追い上げて、まくったんじゃないですかね、はい。スペシャルゲストカトゥーンの上田達也さん、はい、この36分間の攻防どうご覧になりましたか。素晴らしかったです。本当に内山さんの、プロフェッショナルの、興奮する試合っていうのを見させていただきました、はい、ご自身も、まあ、10年以上ボクシングをやってらっしゃって、はい、やっぱり感じるものはこのリングサイドありましたか。そうですね、すぐにでも、自分もジム行きたくなりましたね、はい、さあ勝負は判定です。いつもの試合のようにこの四方に頭を下げる内山隆。竹原さん、はい、こうなんというか晴れ晴れとした表情にも見えます。そうですね、もうやりきった感がありますよね、はい、あとは勝利がついてきたらもう最高ですね、はい、山中さん、はい、山中さんも同じ相手と再戦という経験があると思いますが、はい、敗れた後のこの試合、内山難しい部分あったと思いますが、はい、どんな風にご覧になりましたか。もう本当に相当な腹をくくって、いろいろ、作戦を練って、はい、かなり展開も変わりましたけど、はい、いい試合でしたね、本当に、はい、両者がリング上で握手を交わしました。まあ、竹原さん、はい、コラレスも、まあ、終盤苦しくはなりましたけれども、はい、やはり序盤からいいボクシングをしていましたね。そうですね、序盤ね、6ラウンドぐらいまでは、はい、チャンピオンが押してたんですけど、そこからダウンを取ってからですかね、はい、内山選手がもうペースを握り始めたんで、はい、それがどうなるかですよね、はい、
そういう意味では山中さん、はい、まあ、ダメージは別として5ラウンド終了間際のパンチ一つの、まあ、ターニングポイントになったですかね、まあそこから、明らかに変わりましたね、はい、ペースというか雰囲気というか、はい、はい、さあそして最後12ラウンドこの判定の結果どうなるのか、内山奪回かコラレスがベルトをまた持ち帰るのか、コラレスがさあ今体を預ける最善の結果をお知らせいたします。判定です。ジャッジフィリップ・ベルベケ117-110 117-110 トゥーコラレス。ジャッジデレク・ミルハム114-113 114-113 トゥー内山。ジャッジセサール・ラモス115-112 115-112 以上2対1の採点をもちまして Winner by Split Decision Still Jezreel Corrales II敗れました。2対1の判定わずかな差ですが、しかしコラレスの壁を越えられませんでした。内山リベンジならず、コラレスベルトを守りました。では試合が終わったばかりで大変話しづらいタイミングで申し訳ありませんけれども、内山隆選手のお話を伺います。今のお気持ちいかがでしょうか。まあ悔しいですけど、リターンマッチ受けてもらって負けてしまったんではもうこれが僕の実力だと、思うんで、本当に今日はもうコラレスの強かったわけです。終わってから四方に頭を下げました。今どんなお気持ちでしょう。いや応援してくれた方たちに本当せっかくこの試合に来てくれて、大晦日なのに申し訳ない気持ちと本当にありがとうございます。選手です。内山選手に伺いますが、今後についてはどう今お考えですか。まあ特にまだ決めてないですけども、まあちょっと勝つつもりで勝ち以外考えてなかったんで、はい、ちょっと一回控え室持ってから考えます。まずはゆっくり休んでください。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。すいませんでした。内山隆選手でした。ありがとうございました。敗れて、しかし清々しい内山隆、コラレスからのベルト奪回。